皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日も FF10 やっていこうと思います。ブリッツボールが置いてある。これは？あ何すんだよ、俺のボール勝手に蹴るなよ。怒られたよ今走ってった人の行方が気になるな。多分もう一回戻ってくるはずなんだよね。戻ってこない。ああ俺ガードになったからよろしくな。どうすっかな、二人とも出ちゃってんだよな。あーまあいっか。じゃあイフリートも鍛えたいんだけどな。まあいいや。よいしょ。こんなゆっくりした攻撃なのに避けられないんだね。HP でかいねこの人ね。1800?1875。まあユナさんのためなので皆さんもお付き合いください。もうちょっとでオーバードライブしますね。バルファーレ、あと2つかな。よいしょ。ちなみに今の敵はキマリさんで龍剣を使うと火炎だったかながゲットできますね。あれこの子もうちょっと話しかけた方がいいのかな。でもすんげえ飛んだな。兄ちゃんやるじゃん。なんかくれるわけじゃないのか。兄ちゃんブリッツ目指してゴアーズに入れてもらえれば。あ逃げた。あいた。どうした。魔物の炎を防ぐ防具です。召喚師様使ってください。エンジンの指輪。あそっか、ユーナさんさっきもらったの指輪。小玉 HP プラス10プラス沈黙防御炎半減沈黙防御。ん？ってことは沈黙にさせる敵がこれから出てくるってことかな。じゃあ地面に気をつけながら。あーこれずるいよな本当に。こういうところに辞書が落ちてたりするんだよねいやちょっとこの縛りきついけど、まあ、しょうがないか。我慢してやるか。一応ですね、召喚した時のこのムービーを短縮するやり方もあるんですよ、設定で。ちょっとここ煩わしいから次から短縮モードにしますか。初めてゲット召喚獣をね、新たな召喚獣をゲットしたときにはフルバージョンだと思うんですけど、それ以外は、短縮になると思います。
こんだけやる気のないっていうか。おう、オーバードライブしたね。元気のないバルファーレをずっと使うっていうのはなんか結構むごいですね。イフリート使ってもいいんですけど、イフリートだとあの地上戦になっちゃうんで、この人攻撃してくるんですよね。今は空にいるから攻撃できないですけど、あとこれで終わり。旅人の小手、小手ひまりさんかな。 HP5% 変わらずか。いらないやつは売っちゃった方がいいよね。コンフィグでここですね。召喚獣ノーマルとショートがあるんで、これでショートにしとくと短くて済むんですね。じゃあ先行こっか。セーブポイントがないと不安でしょうがないわ。ん？宝箱？ん？おお、びっくりした。いやもう皆さんいいよって感じになってますよね、きっとね。じゃあ多分イフリートね。お、ショートバージョン、いいね。多分おそらくすぐ引っ込めることになると思います。今度は地上戦なのでやられますから。に、え、何？ 2 回攻撃？いや、元気ねえな、お前。あっという間にやられてんじゃねえかよ。まあまあ、かわいそうなんでやめときますか。も、殺しましょう。2回攻撃かよ。戻りなさい。今なんかためがあったね。でどうしよっかな。アーロンさんでパワーブレイクからの、うん、ワッカさんでブラインアタック。ユナさん一回戦ったからね今ね。ひまりさんで、あとは今暗闇状態になってるんで適当に戦いましょう。これ今敵の顔がなんか黒い煙みたいな感じになってるでしょ。これがなくなったら暗闇状態が溶けるので、溶けた時はもう一回ブラインアタックね。ワッカさんのもうそろそろ暗闇溶けるんじゃないかな。あ、溶けましたね。今黒い煙がなくなったでしょう。この状態だと敵の攻撃がまともに当たるので、といってもあと一撃でなくなるのでこれでいいですね。あれ、ここなんもないんだ。辞書とか落ちてないの？おうおお。Tだ。ワッカさん。何？行かない？じゃあユナさん。避けられるかな。やっぱりね。ティーダさん、お、ユナさんもう一回今度は当てて。
当たった。コンっていうあの音がいいよね。2つずつ上がったからちょっとスフィア版見ていきましょうか。移動、上かで、ティーダは1個だからまあいっか。で防御2アップ。でユナさんが今度はどこだ、こっちか。で HP200 アップ、これは大きい。 HP200 は大きいよね。でキマリさんが、キマリさんどこ目指していってるんだっけ。まあこっちか。HP200 アップのマジックアタック。あー寄り道ゾーンだね。あとは違うか。アロンさん、こっちも HP アップだね。でルールーさんはん？回避。これで OK。 セーブポイント欲しいな。お、ちょっと話しかけ、おい、よいしょ。でユーナさんをポンと、でルールさんでファイル。おい、タイまさか来ると思わなかった。キマリさんで、おっとまだか。じゃあアーロンさんで終わりだ。先は長い、行くぞ。アイスブランド、おっす。作戦前に買いすぎてしまって、よかったら使ってください。毒消し4つ、ハイポーションだとありがたいんですけどね。アビリティ、ユナさんケアル、あまりケアル使いすぎると MP がね。慎重に行こう、なんか落ちてるかもしれないから。この人もなんかくれるかな、ちょっと話しかけよう。うわー、おーおーおお、ワッカさんで落とすか。よいしょ、これあれだよね。あーそっか、アーロンさんでブレイクしといて、あー強くなった。でルルさんがブリザード、まだダメか。キマリさんの龍拳でなんかもらえなかったっけ。違う、これ、あ何も得得しないか。ブリザードいけるでしょ。あぶねえあぶねえ。ワッカさんでいいかな。じゃあ
調子に乗らないの。怒られた。あ、こっちだ。宝箱。2000ギル。でかっ。さっきの人に話しかけたいんだけど、話しかけようとするとバトルが始まるんだよね。うわ、痛え。本気の俺を見とけよ。はいはい。どうしよっかな。参ったな。一旦アーロンさんで、あ、MP ない。参ったな。余計なことするとでかくなるからね。ね、持ってない。ひまりさんで、このゲームはいいところはね、戦闘中に武器チェンジができるんですね。あれ、氷武器持ってなかったっけ。まいったな。氷攻撃、これにしてみよっか。金変わるかな。で、ブラインアタック、念のためこいつを暗闇にしといて。ブリザード、いける？ 330。 次のターンでいけるかな。あー、もうその前にやばいな。かー、参ったなこれ。じゃあ、ユナさん。ケアルで、ルールさんを、癒す。で、癒すされたルールさんはブリザードでとどめ。今、HP あと残り33って、やるまでもなかったか。そっか、ティーダはヘイスト覚えてるんだった。忘れてた。ユーナさんは今さっきケアルしたから、とりあえず戦闘に参加したことにはなったんだよね。じゃあ、あ、余計なことしない方がいいかな。多分これ自爆って覚えるよね、龍拳すると。おそらく自爆を覚えることができるはずだよね。自爆覚えたね。やっぱり今のも攻撃の一つになるのか。447。あー、厳しいっすね。だったらアーロスさんにチェンジして戦うで、こっち、うん、で、ルルがブリザードで447、とどめいけるかな。いけた、ギリギリ。あとは暗闇状態からまだ、ユーナさん行こっか。ユーナ、入ります。アムロみたいだね。また恒例の恒例のやつお願いします。戦う。
598。これでラストか。あー、いけないか、ダメか、もう一回か。はい、終わり。なんやかんや、長い戦いだったね。600、どうしよっかな。あんまりケアルばっかり使ってるとなくなっちゃうんだよな。この人は話しかけた？備えあればだ。これで準備を整えるといい。600ギル、ありがとう。うわぁ、大変だよもうこれ。どうする？いや逃げたいな。めんどくさいなこれ。あー、じゃあティだ。終わらせてやる。あー、スパイラルカット大丈夫かな。怖っ。それで517。どうしよう。333か。いけそうな気もするな。いけねー。痛いなー。ブリザード、こいつはもうそろそろなくなるからもったいない。次のやつだね。こいつ、なんだなんだ、うん、なんだ。あ、そうか、でかくなったのか。で、戦うで、これはいける。で、ユナさん頑張ります。ケアルで、いってえな、せっかく回復したのに。なんだよ、集中攻撃かよ。ブリザード、まあ、いっか。もったいない気もするんだけど。おお、657。またケアル。なんかすげえ集中攻撃だね。これでもかってぐらいだよね。193だったら他の人に攻撃させよっか。決まりかな。そう、決まり鍛えとこ。なんか嫌なイベントが待ってそうな気がする。なんだっけこれ、長引くなこれ。思い出せないな。アビリティ不幸、命中、もう MP20。ティーダ、まあいいとして、アロンさんはこっちか。
ん？違うな。ん？移動で、ここ？何も獲得なし。ルルさんだね。移動で、はい、物理防御と回避。わー、全然セーブポイントないし、まあじゃあ今日はここまででしょうかね。あの目の前の大きい何？荷車？荷馬車？多分イベントですよね、きっとね。ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、じゃあこんなところでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。